はいどうも、はじめましてアリーチャンネルです。よろしくお願いいたします。というところで皆さん、今回はですね、早速本編の方に入っていくんですけど、皆さん先発ローテご覧ください。はい、今回ねダルビッシュセレクションでこの渡辺俊介選手を最後の最後で獲得したことによって、そうなんです、アンダースロー5枚揃えることができました、 S ランクでね、よーというところでですね、今回の企画はアンダースローでランク戦5連勝していく。うん。そしてね、みんな、まあね、こう言うとね、みんなね、5連勝だと、レイちゃんの、打線キャラゲーやし、もうバチバチに打って、打ち勝つんじゃねというふうに思う方、まあ、いるよね。まあ、俺も見とったらそう思うわ。うん。やもんで、5人で、10失点に抑える。うん。これ結構すごいと思うよ。できたら。うん。やっぱりね、アンダースローっていうのは、今のリアタイ環境あんまり使われてなくて、リアタイ的には、まあ、どっちか言うと弱いんだよね。なかなか使えないっていうところがあって。だもんで、5人で10失点を目指して、そして5連勝。これをね、達成していきたい。本気で、マジで。うん。まあね、今回のね、主役はね、渡辺俊介選手なんで、まあ、ここら辺はね、ちょっとランク戦で、おいおいと、解説していきたいかなといったところ。まあ、あと各選手もね、皆さんちょっと見慣れないピッチャーもいると思うんで、まあ、軽くね、ランク戦やりながら、ちょっとね、喋っていこうかなというふうに思います。それじゃあね、5連勝。そして、10失点以内。マジで決めていこう。よっしゃ、行こう。はい、お相手の方が打率4割の方ね。ここか。いやー、パドレスファンさん対戦の方よろしくお願いします。ということでね、ちょっと頑張っていくんだけど、今ね、ちなみに23連勝中で、また100連勝できんかなと思ってるところでね、ちょっと頑張ってやっていこうか。マイナス1。うん。まあ、全然大丈夫。まずパリケーにして、まあ、とりあえずシンカーからいきますかね。まあね、レイちゃんの強いところはね、このね、シュート。まあ、今投げてないんですけど、この高速シュートがあるっていうのが結構強みではある。うん。で、一応ね、タイピンチ持ってるんだよね。うん。まあ、そこら辺のうまく、まあ、1点ぐらい上げていいでしょ。やばいかもしれない。ちょっと待ってよ。大丈夫、大丈夫。ちょっと集中していくわ。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って。トリマ調整してみる。一旦ね、広角出てるからな。ちょっと待ってよ、ベストピッチ大事事故。ちょっと待って、やばい。OKOKOK、ワンスト、パリケ、これもしかしたらミート落ちをしてくるかもしれない。やばい、結構焦ってる。俺結構ね、やれると思ってる。OKOKOK! これが強いんですよ。この高速シュートをうまく使っていきたい。さあ、興奮状態。定位置でいいかな。定位置で一旦冷静パスタで、シンカーを外にぐるんと落として、で、カーブとかもね、意外とね、面白いんですよ。うん。もうね、カーブとか使っていかないとね、ちょっときついんですよね。オッケーオッケー、ワンワン。どうしようかね、これね。まあ、スライダーいきますか、スライダー。うん。ベストピッチ大事にしていこう。やっぱね、スピッツが低いっていうのはあるから、センター取って！ギター！いや、マジかよ！ちょっと待って、もうこれ次の回でコールドするしかねえな。いやー、どうしようかな、パリケー。広角とか出てるバッターが本当につらい。まあ、ベストピッチで行く。ちょ、マイナス1も食らってるからね。オッケー、ツーアーティー。いや、なんとかいけるぞ。浮かして、オッケー！よっしゃ！もうこの回6点取るわ。もう行くしかねえ。よし。オッケー。いや、頼む！よしとりあえず同点ね。オッケー。ちょっと待って、やばい。10失点どころか負ける。やばい。ちょ、集中していくわ、マジで。やばいか、取って、お願い。よしワンダーティー。オッケー、やれる。やばい、怖い。頼む。いやー、頼む、いつか。いや、まあ、これはしょうがねえ。いや、なんとかしよう。大丈夫。まあ、一旦高速シュートかな。ベストピッチ高速シュート。あぶねえ。もうやめてください。もうやめにしましょうよ。振れ。いや、振らない。振ってほしいと思ってる。よし。ツーアーティー。オッケー。さあ、坂倉さん来る。大ピンチ。ここで切りたいね。高めかな。一旦高めの高速シュートでボール球見せる。よし、オッケー。よっしゃ。おい、もうこれは絶対ここで1点取らんと負ける。せっかくレイちゃんが2リーグ1失点抑えてんだ。まとめてんだ試合を。いや、正面いく。いや、きつい。いや、タイロー頼む。いけ。いや、マジか、惜しい。よっしゃ、待って、いけ。なんてだよ、タイロー。
もう何やってんだよバカ野郎。これ打つのむずいと思うけど、いきなり来たらよし、ゲッツ。いやマジかよ、ねえもうやめろ、もうダメだ、もうダメ、バースはダメ。3失点だけど、オッケーオッケー、3点ね。ねえもうなんでだよ、俺のせいじゃねえか、これは。これはオッケー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 、マジでオッケー、マジでオッケーオッケーオッケー、取ってお願い。よしオッケー、よしオッケー、頼むよ、モキモキ。あー無理で、オッケー、3点ならいい、で勝つ。ちょっと待って、集中するわ。よしオッケーオッケーオッケー、おかまって、おかまって、おかまって、あと2点。よし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 、はい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 、頼むバース。いやマジか、いや待って待って、いやマジか、やばい、危ない、危ない、追いついた、よっしゃ、もう1試合目からどんな試合しとんねん。ちょっとみんな話がある。はい、ツナさん対戦の方よろしくお願いいたします。というところでみんな、俺今メンタルズタボロなんだわやっぱりね、アンダースローでね、5連勝ってね、結構きついんだよね。またね、これね、ライブ配信とかで、企画とかで、ちょっとまたね、再挑戦しようかなというふうに思います。で、まあ、今回、渡辺俊介さんを使っていくんですけど、渡辺俊介さんが、個人的には、一番配球しやすいかなっていうところはある。で、なんでかっていうと、まあ、与座さんも持ってるんだけど、超大ピンチを持ってるんだよね。だから、まあ、そこら辺をうまく駆使したい。まあ、でも、与座さんの方が若干強いか。ねえどうなんですかね、まあ、これ広角出てたらね、もう投げる球がないスローカーブとか言っていいですか自分いや確かにちょっときついが、与座さんの方がちょっと面白い。うわっしょよいしょよいしょ。これスローシンカー高めとかどう、これ勝ち上げると思うんだよな意外と、うん、あー見てくるかリアル軌道だと結構ストレート動くんで、結構面白いっちゃ面白いんですけどね、どうか、よし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 さあ 2-3 何投げようかな。もうこれ点取られたくないですね、1点も1点も点取られたくない。スロースライダー決めます。やっちゃいましたダメだ、ちょっともうマジでね、いや絶対プラチナランク帯で抑えるの結構むずいよなこれ、ね、パリケー超高速進化から入る、いやしんどいからやっぱり、あオッケーオッケーオッケー、これ超高速進化はちょっといいかもね。渡辺俊介さんって球速自体そんなに速くないんですよ、ストレート130キロで、うん、でカーブが80キロなんでそこに急にやっぱ超高速シンカーとか来ると結構打ちづらいところはあると思う、うん、リアル軌道はアンダースローは輝く時っていう風に言われてるんだけど、まあね、ぶっちゃけて言うとリアル軌道でもアンダースローは結構しんどいです、うん、やっぱ上手い人相手だと、いやそれ引っ張ってくるかまあ いや止めて、超大ピン超大ピン超大ピン、頼む。いやこれどうしような、まあ一郎さん、まあここは勝負しましょうかね。定位置ピッチャー外行く、オッケーオッケーオッケー、いやまあ点取られたけど、まあ言ってはいいでしょう、うん言ってることちゃうやんって言われそうやけど、オッケー超大ピン、こっからよみんな、うん、さあバリケーにする、どうしようかね、まあとりあえず超高速シンカーで一旦はベストピッチャー、これ多分ボールになると思うんで、あ入るんだ、あそうかそうか、変化量結構ちっちゃいっすね。スローシンカーだとどんなもんなんだろう、こっから行ったらボールになるかな、あー結構変化量ちっちゃいで思ったよりね、まあしゃーないね。でスロースライダーがインコースだと5だから結構曲がる、オッケーオッケーオッケー、まあ超大ピン出たらちょっと面白いね、まあ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 、オッケーどちゃくちゃ大きいお尻、ウォーおーでセンターフライとかになったりとか、まあそこら辺は結構強みかなというのはある。さあオッケーオッケー、とりあえずワンアウティー、ハラスカめっちゃ迷ってほしい、
個人的には。オッケー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 、さあ2アウト2アウト、オッケーオッケーさあさあ超大ピンチ、ここで切りたいな、なんとか。いや俊介さんがね、個人的にあのアンダースローの中では一番大ピンがついた時はやれるかなと思うところで、ありがとうございました。さあというところでね、ちょっとまたみんなアンダースローちょっとリベンジするわ、2023年、ちょっとね思ったよりね抑えれんかった悔しいということで皆さんありがとうございました。